西松戸駅は白山市からの通勤通学外出などを便利にしようと、 IR 石川鉄道松戸駅と加賀笠間駅の間に新たに設置されたもので、金沢駅まではおよそ15分、小松駅まではおよそ20分の所要時間となるということです。今日は今月16日の開業前に完成式が開かれ、知事や市長らが祝辞を述べたほか、市内の子ども園の園児たちがよさこいを踊り完成を祝いました。能登半島の皆さんをお支えする、北陸3県のためにも盛り上げていきたいというところであります。西松戸駅は今月13日に開業するトレインパーク白山の最寄り駅ということもあり、白山市では在来線の活性化につなげていきたいとしています。